七ボタ。身近にあるあんなことやこんなこと、大分のすごい子供たちや将来役立つかもしれない七ボタの情報を紹介しちゃう番組です。こんばんは、財前真由美です。今回の七ボタはじゃん、この番組オリジナルエコバッグの私の似顔絵を担当してくれました落書き屋のまこさんとともにお届けしていきたいと思います。まこさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まこさんといえば、大分から世界へ笑顔を届ける似顔絵屋さん。持ち前の明るいキャラクターで素敵な似顔絵を描いています。そして今回、財前さんが似顔絵に挑戦。こちらを見ながら、静香アナウンサーの似顔絵を描いてみるぞ。まず普通に描いたのがこちら。ここからどのようにうまく描けるようになるのかな。こんな私がどれだけ成長できるか、はい、先生お願いします。任せてください。まずですね、はい、実は僕も輪郭から描くんですけど、うん、輪郭を一番大事に描いてます。っていうのが、キャラクターってシルエットだけで誰か分かるんですよ。こう丸を意識して半円を描いてみてください。半円。輪郭、つまり顔の形を丁寧に描くことでぐっと上手くなるんだって。こんな下に耳ないもんね。あ、でもこれポイントその2で、あるように描いちゃうと結局写真になっちゃうので、うん、大勢さんの思う静香さんなので、で次はね、僕だったらメガネからいきますね。どうしてですか。はい、やっぱメガネの人、帽子の人ってそれをしっかり描くだけで、うん、その人になってくれるので、ちょんだけでいいです。ちょんちょんオッケー。あー、でもうまいうまい。うまい。で、鼻筋は1本だけにしてください。1本。これ2本描くとね、なんぜか不思議で平たく見えちゃうんですよ。どんどん変わってきていってるね。で、ひかさん、こう垂れ眉にしてあげると優しい印象になるので。あ、なるほど。眉毛でね、印象は決まるって言われてるので。眉毛、はい、下げちゃって、これはもう静川さんでしょう。あ、どう。よ、めちゃめちゃいい感じだと思います。おー、できました。じゃん。どうですか、まこちゃん。もう安心しました。最後はまこさんが体の部分と色を入れて仕上げてくれました。じゃん。わー、色がつくとますます生命力が出てきますよね。シンプルで笑顔が素敵な静川アナの似顔絵になってる。では最後に、これからの夢を教えてください。はい、このコロナを抜けたら、また世界中に行って似顔絵を描いていきたいと思います。似顔絵でたくさんの人を楽しませてください。楽しませます。今回の七夕は似顔絵アーティスト落書き屋まこさんでした。次回の七夕もお楽しみに。お楽しみに。ゼロです。プレゼントのお知らせです。まこちゃんがデザインしてくれました番組オリジナルエコバッグを毎月20名の方にプレゼントしています。たくさんのご応募お待ちしてます。